私、26。El 26 años tiene el Messi. Young boy. 気持ち的にはどうですか？そうですね。まあ、あれ、チームが勝ってたことが、はい、一番です。いい顔してます。でもちょっと怒られました。それ言ったら私。群馬市。え？群馬市。ニックネームが、はい、あのセネームであると思うんですけど、チミ選手は何を？ラブヤです。普段はもうシミタツとかでいいです。はい、ちょっとあの今起用されているところというところでは、はい、ご自身ではいかがですか？はい、とてもやりがいを感じております。あのちょっとカメラは回してないですけど、あの東京ドームで監督に呼ばれる瞬間をちょっと私見てたんですけど、あ、はい、なんかどういう言葉かけられたの？もう俺が指名したから、まあ、思い切っていけよ、もう打たれるの恐れるな、はい、そういう言葉をいただきました。監督の指名だとは思わなかったので、はい、びっくりという思いと嬉しいという思いが、はい、ありました。じゃあちょっと引き続き勝ちパターンで、はい、頑張りたいと思います。チームの危機を救えるように、はい。話しかけてもいいですか？あ、はい、これはあれですか、1年目のお仕事になるんですか？トンボはそうなんですけど、ブルペンはあの小田コーチからやってみたらって言われて、やっぱその方がいい感じがします。なるほどなるほど。あのトンボを置いていくのはルーキーの皆さんのお仕事って、そうですね、毎年そうだと思います。なるほど、すいません。ありがとうございます。お疲れ様です。携帯で応援してます。頑張れドラゴン。失礼します。福留さんが来て、おいもっと練習しとけよと言われました。どうも土田くんです。岡林選手なんですけど、あいつ熱海のことを熱海って呼んでました。ありがとうございました。今日はね、あのまた面白い話持ってきたんですけど、あの、まあ、まだ例によって岡林の話なんですけど、最近あの岡林すごいなんかち
ちゃい子みたいな質問が多いなっていうエピソードがあって、あのこの前のオフに会ったんですけど、郡さん、潮の満ち引きってなんで起きるんですかって聞かれたんですよ。確かになんで起きるんだろうなっていう、ね、あのいざ聞かれると答えれない質問をよくしてくるんです。本当になんか5歳ぐらいの子供がよくあの親にする質問みたいな、よくするんですけど、あいつ、あの郡さん、ドーナツのオールドファッションって由来なんですかって、絶妙に答えられない質問してくるんですよ、あいつ。なんであいつはやっぱ脳みそはまだあの5歳児、6歳児のままなんだなっていう、はい、感じですね、はい。この前誕生日でね、20歳になりましたけど、もっとね、あの頭の中も20歳になってほしいなっていう。僕は高級なイヤホンをねだられたんで、あの、はい、買ってやるつもりではいますけど、はい、そんな軍配賞、今後ともよろしくお願いいたします。失礼しました、なかなか。はい、失礼します。ノンカットでいい。3往復ぐらいですか。2往復です。2往復ですか。なんか今だからだいぶまだ曲げ伸ばしがこんぐらいなんですけど、でもまだ外した頃ってこんぐらいしか動かなくて、ウォーキングがメインだったんですけど、なんかこっちに合わせて左もこうやってやられてたんですよ。山井さんにお前ふざけんなって言われて、こっちはお前こうやらんでええやろみたいな、お前朝散歩してるおじさんじゃねえかって馬鹿にしてきて、さすが山井さん、あの人本当にしっかり見たんですか、山井さん。ちょっとやってるところをちゃんとやってるところちゃんと見せてもらう。山井さんのご家族を見てるらしい。あ、なるほど。山井さんそういうこと言ってくるんですよ。言っててください。しっかりこっちはやってんのに。3G
タビュー中毎回来てるんですよ。お会場屋さんの試合を。あーなるほど、そうですね、勇気もらえます、すごい、50個ぐらいなんですけど、本当地味な細かい運動ですね。こう毎日決まってるメニューをどんどん終わったらチェックしていくような形ですね。で朝、準備運動にもなるようなものをやって、練習後にトレーニングっぽいことを残しておいてっていう感じですね。めちゃくちゃあるんですね。結構あるんですよ。だからぶっ通しでやっても2時間以上はかかるかなと思います。朝1時間ぐらいやって、グランドメニュー終わったらこっち来てまた1時間ちょっとぐらいやって、 あと治療してもらってアイシングして終わりって感じですね。意外とやることは多くて、そんな午前中に全部終わっちゃうような感じではないですけど。地味なんですよ、すごく地味なんですよ。こんなメニューばかりありますけど、これが大事なんですよね。これが様です。お疲れ様でした。あの手術受けられて、あ、つけますか。そうです。あの手術受けられて数日経ちましたけど、はい、今どういう感情がこう。まあそうですね。